視聴者の皆様こんにちは。高配当レース狙い専門旧世術式競馬予想チャンネルモグハンターです。今回は10月31日日曜日新潟10レースの10日待ち特別の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では目次です。最初に10月31日日曜日の暦の解説をしていきます。それから新潟10レースの10日待ち特別の予想をしていきます。ここでは競馬に関係のある勝利だけを取り上げて解説していきます。九紫火星というのは男星なんですね。火星という名の通り炎を勝利の基本としています。そこから光、光栄、繁栄、最高、名誉などの勝利が出てきますので、大レースで勝利して名誉、栄光を得るというような勝利を表しますね。ライトとか光、AC 光っていうのもありましたね。ベスト、オナー、栄光などの馬名馬がサイン馬になりますね。あと美とか芸術、また体では目、頭、頭脳などを表すので、ビューティーとかアート、アイ、ヘッド、ブレインなどがまあサインになりますね。九紫火星には再開、久しぶりっていう勝利があって、休養明けの馬が来やすい日なんですね。かつては東海帝王の1年ぶりの休養明けで有馬記念を勝った勝利や、最近では今は亡きシャケトラの1年ぶりでの AJC 杯の勝利の日などが九紫火星の日ですね。休養明けの馬はいつもは敬遠されがちですけれども、この日は積極的に狙っていって構いませんね。次に九紫火星の色は炎の赤だけではなくて、花、派手な色相で、ピンク、紫なども表しますね。そこから3枠だけではなく8枠も暗示します。またレッドやスカーレット、ピンク、パープルなどの馬名馬がサイン馬になりますね。またこの色の勝負服の騎手とか面高などの馬具にも注意した方がいいですね。人気の馬が強い日で、実力通りの決着になることが多い日ですけれども、たまに波乱のレースになる時は最高っていう勝利から超高配当馬券のレースになったりすることがありますね。九紫火星には双子っていう勝利があって、ゾロ目のとても出やすい日なんですね。同枠の馬は人気薄でもできるだけ抑える必要がありますね。九紫火星の日の出目は先ほどの3枠と8枠に筋のサブロー9ですね。この馬番、これは16頭立てなら13番も16番も含めますね。あと6枠も含めるようにしたいですね。あと超頭リーダーっていう将棋から1枠も含めますね。3枠だけではなくて九州の日は3番人気も来やすい日ですね。あと指導者リーダーっていう将棋から1番人気もよく来ます。九紫火星の日の馬券購入の注意点ですが、九紫火星の日には勘違いっていう勝利があって、購入する前に確認を怠らず十分チェックをしないと、買い間違いとか馬番間違い、締め切り時間勘違いなどのミスが起こりやすくなる日で、自分の実体験からも購入前にチェックを十分にすることをお勧めしますね。九紫火星は初年運、中年運の星で、晩年は衰える星なんですね。そこからいきなり1レース目から的中、中盤まで好調が続いたりしますけれども、そこが実はピークで、あとは尻すぼみになる運気の日なんですね。しかし中盤までで儲かったところでやめられるかっていうと、
まあ、自分の経験からもどう考えても難しいんですよね。中盤以降は掛け金を大幅に減らすっていうのが最善策ですけれども、まあ、自分の欲との厳しい戦いが待っているっていうことですね。まあ、なんとかプラスで終わらせたい日ですね。それでは六曜の仏滅の解説に入りたいと思います。まず仏滅の日の勝因についてですが、仏滅の日は何事をするにも今日という日で、葬儀だけは行っても良いという日なんですね。ですからこの日は黒に縁があって二枠が出やすい日です。あと寺とか天、経典、法典の天ですね。あと法などの字の入った機種や厩舎、馬主などが注意で、その字の入った枠やその枠自体来なくても隣の枠が来たりっていうサインになったりするんですね。また仏滅はのっと何々とかのう何々のような窃盗時のような役割も果たすので、旧姓に仏滅がついた日はその旧姓の勝因を打ち消すような働きもするんですね。仏滅っていうのはそのように今日っていう悪い意味を表すので、それでは旧姓に仏滅がついた日は常に結びついて連関するのかというのが気になるところですけれども、例えば一泊仏滅っていう日に一番人気がよく消えたっていうような日も今まで確かにありましたし、三匹の日は三番人気がよく来たり若い騎手や若い馬が来たりする傾向の日ですけれども、仏滅がそれにつく日だとその逆の結果だったりしたこともありましたね。しかし全く関係のない日も多いですね。ですから旧姓といつも必ず結びつけて考えるのではなくて、仏滅の日はそうなる可能性もあると頭に入れておいて慎重に予想することが仏滅のついた日には大事だと言えそうですね。それでは新潟10レース十日町特別の予想をしていきます。まず最初にこのレースの波乱度予測からですね。前回予想した西脇ステークスは軸馬2頭が1着3着に入り取ったと思いましたけれども、13番人気の北のインディーが2着に残って外れてしまいました。レースの波乱度も読み通りで3連単33万の高配当でしたし、まあ、一泊の日の超人気薄が来やすい傾向っていうのを踏まえて11番人気、12番人気、さらにブービーの15番人気の1番まで抑えているのに、その間の13番人気に残られて、まあ、悔しい限りですね。前走逃げて3秒差負けの北のインディーですけれども、継続騎乗の小牧太騎手が3番手に控えただけで2着に残るんですからね。まあ、ダートの名手園田出身の小牧騎手ならではの騎乗でしたね。まあ、このように一泊水星の日は最低人気やブービー人気の馬が来やすいといったところで、まあ、それをカバーするのはまあ点数が増えてしまうこともあり本当に難しいんですよね。日曜日の阪神東京開催は高配当のレースで狙えるレースがあんまりない印象なんですね。まあ、ウィン5でもないのでファンの関心も少なそうですけれども、まあ、後輩とは間違いない新潟の10レース十日町特別の方を昨年に引き続き予想していきます。新潟開催も最終日でいつも通り内側が荒れて外出し優位の馬場になっていて、まあ、土曜日の競馬では 1400m 戦と 1200m 戦を見たんですけれども、どちらは外を回してきた馬の勝利でしたね。連帯候補馬の選定です。この日の暦は九死火星仏滅で休み明けの馬が来やすくてゾロ目も出やすい日なので注意ですね。九死火星は男星でオス馬だ有利なんですけれども、このレースは短距離戦なので、まあ、牝馬が10頭もいてレース傾向でも牝馬がよく勝つレースですので牝馬を重視したいと思います。九死火星は炎の星でその色から赤枠の3枠オレンジ色の7枠には注意ですね。仏滅の日は黒枠の2枠に注意です。ブラックバメーバにも注意で、まあ、これいつも言ってることですね。九死火星の日なので筋のサブロー枠と
馬番は3の倍数、3番、6番、9番、13番、16番ですね。これに注意です。両馬は確実で、まあ、土曜日のレース傾向から逃げ先行馬よりも差し追い込み馬の方がまあ有利な感じですね。それを中心に組み立てたいです。この新潟記念の10レースの傾向としては、初日の万代橋特別の後はもうずっと低配当が続いてきたので、もう最後にもう一度高配当がこのレースで出るんじゃないかなと期待しています。連帯候補馬の選定です。以上の基準をできるだけ多く満たしている馬で熟考しましたけれども、上位人気馬の実力は拮抗しているので、今回もボックスで馬券を組み立てて、下記の6頭を連帯候補馬として選びました。5番のジュノー、11番のベッラノーバ、14番の湘南ガニアン、15番のレリスタット、17番のマイネルプリンチペ、18番のコスモアディラート。前日の傾向から外枠を中心に選びました。九死火星の日は3の数字に縁があってですね、11頭より3歳馬、それから牝馬が強いレース傾向なので、10頭もいる牝馬を中心に選びました。14番の湘南ガニアン、今日菅原明騎手1日6勝でしたので非常に注目ですね。副賞圏内馬の選定です。先ほどの連帯候補馬に加える馬として以下の4頭を副賞圏内馬として加えていきます。2番のタマモ大ジョッキ、9番のグローリアスカペラ、13番のロングボウマン、16番のテーオーディエス、以上の4頭ですね。連帯候補馬の方が差し追い込み馬が多くなったので、こちらは前残りを期待して逃げ先行馬を多くしてあります。このレースの買い目です。今回はボックス馬券で、先ほどの連帯候補馬6頭に副賞圏内馬4頭を加えて10頭ボックスで、3連複ボックス10点買いですけれども、金額が1万2000円になってしまうので多すぎると思われる方は、何とか削るか、3連複ではなく連帯候補馬で、馬連馬単のボックス買いにすれば投資額を減らすことができます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。